どうもバタでーす。まあ今日はさ、ちょっとこれこのトミカを今日はサクッといっぺんにレビューしていきたいと思います。まあこんなにまだレビューしてないもんでさ、まあ8月に買ってきたやつとかさ、9月に買ってきたやつよういっぱい溜まっちゃったもんでね、これをちょっとサクッといっぺんにレビューしていきたいと思います。まあこれ買ってきてもまだレビューがしなかったもんでね、ちょっとこんなに溜まっちゃいました。これ9月に発売したやつの新しい方のトミカで、でこれ確か8月くらいに買ってきたやつなんですけどもね。そんじゃ今日はささっと箱を開けてみます見ましょう。その前にちょっとデビュー、これをレビューするトミカを紹介します。まあこれが山崎パントラックのトミカで、でこれがドリームトミカのイニシャル D FC-C3-3SRX7。 まあドリームトミカで、これがイスズギガダンプカーで、この下が三菱アウトランダー PHGEV の、2種類。赤い方が初回特別仕様になっています。そんじゃ、ちょっと、これをパパッと開けてみましょう。そんじゃ、これ全部開封しました。まあ、ほとんど入っているのが、袋と、この、福袋プレゼント。と、あとこれの先月発売したトミカには、なんとのトミカミニトミカニュース9月号が入ってました。おー、これいいね。オープンカーセレクションもあるんか。まあ後ろにはトミカハイパーシリーズのカタログがあります。そんじゃとりあえずレビューしていきましょう。これがドリームトミカイニシャル D FC-3SRX7 です。まあもちろんこの人は誰かわからんけどもね。ね、これは、ドアが、こっちに開閉します。まあ、よくできとるけどもね。次は、山崎パントラック。これは、ここのドアは開かんけども、これは、パカッと後ろのパネルが開きます。トラックのね。その次が、イスズギガダンプカーで、ここは ここが、上下、上げたり下げたりできます。最後に、アウトランダーは、初回特別仕様の赤とノーマルのシルバーがあります。まあこれはここのドアは開かんけ、ここのドアは開かんけども、まあ後ろに
あの後部ドアが開きます。こんな風に開くんです。まあもちろんあのこの走行はあのできますけどもね。あ、そうだ、そうそう、このイニシャル D のFC3SRX7 はあのこの前あのレビューしたこの86もまあありますのでね。まあこれあのレースゲームレースをね再現できることがでありますね。できます。まあ確かあのトミカシステムっていうやつであの再現できるかなと思うんですけどもね。まああの今日はこのあのトミカのサクッとレビューはここまでです。まあちょっと短い動画になっちゃったけどもね。というわけで今日のあのこのトミカのレビューはいかがだったでしょうか。ちょっとさあのの撮影する前にさあのウーム僕が今所属しているウームのあのアンケートが来てそれでさ時間狂っちゃったもんでね。ちょっとあのの急いであの録画収録してました。まあ、あの、5個の、トミカだけじゃなくて、実はというと、まだここにも、あの、トミカが4個、まだあります。まあ、あの、こっちの、あの、カララック、には、あの、まだレビューしてないよ。ないガングがいっぱいあります。まあちょっと減らさなきゃいかんなと思いますのでね。ちょっとさこのトミカも今後レビューしていきたいと思います。まあちょっとやばいな。あの、のもしよければチャンネル登録と高評価をお願いします。まああのちょっとあのおもちゃが溜まっちゃったからな。まあ新作どうしようかなと思っとんだけどもちょっとお金がねーなーと思うお金がないなーって僕そう思いました。本当ですよ。それじゃああの今日の動画のトミカをサクッとレビューの動画を終わります。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。ちょっとあの後ろのカラダックにあの入っているあのガングをちょっとあのレビューしなきゃな。じゃあね、バイバーイ。